四季や高信4月19日から1955年1月26日は日本の教育者、政治家。太平洋戦争後、アメリカ統治下の沖縄で沖縄市巡回委員長や初代沖縄民政府知事の他、沖縄最初の大学である琉球大学の初代学長を務めた。そしてその子孫などはペルーに移住やがて子孫が日本に移住している現沖縄県。 ウルマシアザ宮里出身。1904年、沖縄県中学校を卒業。1908年に、広島高等師範学校を卒業する。在学中、内村勘蔵の著書に影響を受ける。最初は、熊本県立か本中学校に勤務した後、沖縄県立第二中学校に赴任する。そして1924年に、同校の校長に就任する。 1936年に退職後、私立海南中学校を設立して、数多くの教え子を育てたが、同校は沖縄戦により、校舎や教職員、生徒を多く失い、廃校となった。アメリカ軍占領後の1945年8月20日、米国軍政府の諮問機関で事実上の行政機関であった沖縄市巡回の委員長に選出される。 ついで、米国軍政府により1946年には沖縄民政府知事に任命され、戦争で荒廃した強度の復興に尽力した。1950年に沖縄軍統政府が設立されたことに伴い民政府知事を辞任し、同年設立された琉球大学の学長に迎えられた。ありがとうございます。